こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回は茨城県民謡磯原節を BGM にちょっと聞いていただけますか。とまあこんな感じで始まるんですけども、まあ、私もこのね茨城県民謡磯原節というんですけども学んだことがあるんですよ。で今回はこの曲を紹介したいんではなくて、こんな素敵な曲に包まれた茨城県でモネさんという方がね素敵な、まあ、民泊を経営されているのを以前もお話ししたと思います。動画も何本か作らせてもらったと思うんですけども、今回はねモネさんご本人が作られたその民泊の素敵なねペンションの動画、風景の動画がございますので、動画概要欄に貼っておきます。ぜひご覧いただきたくてこの動画を作らせていただいております。いや茨城県ってなかなか馴染みがねないなって感じる方いると思いますけども、私はこういうふうに身近にいつも感じてるんですよね。まあ茨城という、まあ、お国柄もあるんでしょうけども、この民謡を学ぶ中でね、磯原節というとても素敵な曲なんですけども、それに加えてモネさんのこういった民泊があるということと、あとね椎茸をいただいたことあるんですよ。これがねすごく美味しかった。この美味しさはなかなか動画では伝わりませんので、なんとかね機会を見つけて私の動画の視聴者さんとかね速稼塾の塾生さんをなんとかあの椎茸の美味しさに埋もれさせてやりたいなと思っちゃうわけなんですけどね。まあでも今回はモネさんの素敵な民泊の紹介動画を見ていただきたくてこの動画を作らせていただきました。ぜひ動画概要欄からご覧ください。それではよろしくお願いします。